<laughs> 3月日日水曜時時刻は夜9時を回りましたダイアログ4ピープルが配信しています、「Radio d ィオ・ダイアログ」。 本日の M. C. を務めます、フォトジャーナリストの安田なつきと、そして。佐藤慶です。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。はい、さあ、あの、いつもと、あれ、なんか、感じが違うなというふうに、皆さん、お察しかと思うんですけれども。うん、私たち、今、海外取材に来ております。はい、はい、先日からね、少しずつ、あの、海外取材、また来月行きますというような話をしてたんですけれども。うん、無事、現在は。 ヨーロッパはドイツにおります。うんということで、この音声自体はですね。あの、ドイツに渡航する前に収録したものを皆さんにお届けしております、はい、ね。ちょっとまた改めて皆さんにはあの取材報告をしていきたいと思うんです。けれども、まあ,あのドイツとイスラエルというテーマで、あのこの配信の中。でもこう。皆さんにこうお伝えした通りなんですけれども。うん、まあ私たちも非常にこう問題意識を持っていることとして、はい、やはりあの？ ホロコーストの加害の歴史を、まあ、少なくともこう、まあ、反省しよう伝承しようというふうにこう、うん、試みてきたドイツがいつの間にかそれが何かこうイスラエルが何をしてもこう強く批判できない、うん、でそれがイコールこう反ユダヤ主義という,こうレッテルを貼られてしまうんではないかという、まあ、萎縮の中にあるあれ歴史って本当に歴史を反省するってなんだっけ というところで、まあ、実際にさまざまなこう行動を積み重ねている人たちのまあ取材を皆さんのところにこう持ち帰りたいなというふうに思っていますので、はい、改めてご報告をしていきたいと思います、はい、そして今回ははいということであの今回はですねこちらは3月の7日に収録した音声なんですけれどもテーマ、どうなってるの、桐生市の生活保護。 とということで、うん、あの群馬県の桐生市で、ですね、まあ、後ほどまた詳しくは皆さんにこうお伝えしていきたいと思うんですけれども、はいまあ、驚くべき対応が、うん、こう生活保護のこう担当部署からなされていたということがこう次々と発覚。 比くしていきました。はい、パラパラとあの S. <え> <S N. S. などで見たりもしてましたけどね。そうなんですよ。なんか生活保護を満額支給しないどころか、なんかもう。ハローワーク行ったらこ五千円やるみたいな感じで、なんかこう日割りで条件付きでこう。うそれを支払ってたとか、なんかもう。 いつ預かったのかもわからないようなこう、まあ、自給者当事者のこう方々の犯行を大量に,大量にこう保管して他人の犯行を勝手に押しちゃうっていうこう。うん 他人人の犯行を違ううに押しちゃうとかまあそれ自体のこう違法性とかどうなのっていうようなところが気にななりますすよよねそうんであ他にもこう、まあ、窓口で同う喝するとかも,もう違法ですよねっていう,こう対応が次々とこう発覚している中で何が起きてこれからどんな対応が必要なのかということを反貧困ネットワーク群馬の代表で司法書士の中道宗弘さんに伺いましたので後ほどその音声を皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい メッセージは YouTube のチャット欄であったり Twitter ではハッシュタグ D4P、えー、4は数字のようなのでハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りくださいこの後21時 50分ままででおお付き合いいいいただければ幸いですすよろしくお願いいたしく願この時間はですね、はい、あのいつも、えー、気になるニュースをこうピックアップしているんですけれども今日ちょっとあのプレミア配信ということで、まあ、何をこうお話ししようかなというふうに思っていたんですが、うん、あの先週のテーマにもこう重なりますね東日本大震災から13年がたったということで、はいまあ、改めてそのお話を皆さんにしていきたいなというふうに思うんですけれども。まあの 私自身はあの神奈川県の横須賀市というところの出身なんですが、はいね、佐藤の両親があの当時岩手県の陸前高田市にこう暮らしていて、はいはい、僕はもともと内陸の盛岡の生まれと育ちなんですけれども、うん、まあ僕が大学に出るタイミングからこう両親がですねその沿岸部の陸前高田市というところに移り住んでましたうん、うん、あのこれは震災直後にこう感じてきたところなんですけれども 本当に大規模な本当にたくさんの人たちが亡くなった災害だったのでやっぱりこうそれぞれがこう自分が我慢しなきゃっていう,こう思いが非常にこう、うん、強い人がいるなっていうことは震災直後からこう感じてたんですよね。いやあの いや自分はねこう家流されてないからこう、うん、もっと他の人の方が大変だからとかいや自分は確かにこう家族を亡くしてるんだけれどでもあの自分以外にはこう例えばもっと多くの人をこう亡くしてる人がいるから自分なんて自分なんて弱音を吐いちゃいけないみたいなところで、まあ、やっぱりこう悲しみをこう押し込めるこう人たちが本当にこう、はい、たくさんいたなというふうに思うんですよね。で,でもこれはあのー 東日本大震災のこう関係ではなくてあの別のこう取材で,です、ね、あの入江杏さんのこうお話を皆さんに、ねはい、お伝えしたことがあったかなというふうふに思うんですけれども、まあ、あの世田谷区で,です、ね、あの妹さんのご家族妹さん、その夫そしてまあ幼かったあのお子さんお二人が、まあ、あの殺害されてしまうという,こう事件に見舞われてしまったあの方なんですよね。はい、で入江さんににインタビューした時にとってもこう印象的 なあの言葉としてこう悲しみをこう大切にしない社会っていうのは実は生きることをこう大切にしない社会なんじゃないかっていう,こう言葉があってでもう悲しみっていうものはこう悪いもので克服すべき課題で,でそれを取り除かなきゃねみたいなこうまあ 風潮がまだまだね、この社会の中では、強いですよね本当に悲しみに限らず、例えばこう鬱になってしまうだとか、うん、こう何か今、一歩踏み出せないってなった時にこに、周りからそれはあなたの弱さなんじゃないのというような言葉がかけられてしまったり、あるいは本当にこういう大規模災害の時は、やっぱりこう頑張れとか、復興へっていう、うん、ものすごいこう、まあ、ある意味、ポジティブな前向きな言葉ではありますし、それに励まされる方もいるんですけれども、そういう言葉をあを、例えばあのかけられた、僕の父なんか、 はです,ね、すごくあの、まあ、母を失った後にどん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 こう衰弱をしていく過程で頑張れと言われても頑張れてない自分ってダメな人間なんじゃないのかなってその言葉に苦しんでいたそれ自体は本当に忘れたくないことですしやっぱり悲しみとの向き合い方っていうのは人それぞれ違うんだっていうところには改めてこの機会にですねうん、うん、皆さんと一緒に考えていきたいことでもありますね。あのこのの ダイアログフォーピープルのサイトでも佐藤がですねあのグリーフケアについてこう書いているんですけれども、はい、グリーフケアって改めて何、はいはい、そうですねあの最近少しずつこう耳にする方も増えてきたかなと思うんですけれども、うん、まあグリーフっていうのが英語で悲嘆 ですね悲嘆という意味なんですけど悲、うん、嘆と言われても何ぞやとなってしまうかと思うんですけれども、まあ、僕なりの解釈としましては本当にその人の大切なものそれはあの人に限らず場所や思い出だったりさまざまな自分の一部だと思えるものを喪失した時にできるその空白ですねそこをどのようにこう埋めていくその過程に寄り添っていけるのかというのがグリーフケアなんじゃないのかなと思っています。うん、であの今言言葉ととととししてて空白とか埋めいいいくいうことを言いましたけれども 人によってその悲しみとか喪失の感じ方って違いましてうん、うん、僕は空白というより何かこう重しのように感じるんですよね。そそのののの時時悲しみを感じている自分その時の 自分に何かこうギューッと重りが乗っかっているような感覚が今でも続いているというようなものなんですけれども必ずしもじゃあその重しを外すということがグリーフケアの目的なのかというとそうではないと思ってるんですねうん、うん、先ほどの,あの安田の話でもありましたけれども、まあ、こうした悲しみっていうのが一概に全てネガティブで否定されるものかというと僕はそうではないと思っていまして、うん、まあこの経験の中から東日本大震災の母との死別からすると、まあ、13年という月日を経ていますけれどもやはりこう年 時を経るごとにですねその感じ方考え方というのは変わっていってその過程というのは時に本当に苦しくて前に進めないこともありましたけれどもその苦しみはその悲しみはあなたのものでいいんだよってそういう言葉かけがあったおかげで今につながっているなと感じます本当にあの東日本大震災が起きた時今度こそ,その、まあ、命とこうそしてこう悲しみ自体をこう大切にできるこう社会にこう変わりますか、うん、っていうことが らくあの巨大な問いとしてこう投げかけられたと思うんですよねで。ところがやっぱりその問い自体がどこか置き去りにされてしまっているのかなというふうに私自身もやっぱりこう3月を迎えるたびにこう思いますで今日のテーマはです、ね、本当にそのもう命を守れているを守れる大切にする当たり前の社会になっているのかというところをまあ改めて足元からこう考えていくという,こうテーマです。はい え冒頭でも皆さんにお伝えしましたが、えー、今日のテーマ「どうなってるの桐生市の生活保護」ということで3月7日に反貧困ネットワーク群馬の代表で司法書士の中道宗弘さんにお話を伺った音声をここに皆さんにお聞きいただきたいと思います。 改めてよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ,あのこの群馬県のあのキリ市の生活保護の対応についてまあ特に昨秋の以降ですねこう、はい、本当にいろんな問題が指摘をされていてなんかもう、うん、え本当なのこれ もうフィクションじゃないのっていうことがもう次々あの具体的にこう明らかになってきたと思うんですけれども、<laughs> はい、まあこれまで明らかになってきたことは、まあ、非常にこう多岐にわたると思いますけれども、うん、どんなことがこのキリウシの生活保護をめぐって発覚してきたんでしょうか、あのーまあ、これ昨年の私が初めて相談を受けたのが8月なんですね。はい、で初めて8月に相談を受けたときに、 えーまあ、この方は1日1,000円ずつしかあ生活保護費をもらってないと。うん、で8月の途中から生活保護を受けてるけども1日1,000円でもう生活大変だし暑いしうん、うん、大体その、えー、車ってのは乗れないので生活保護の場合、まあ、バスに乗ってその後歩いて市役所まで行って、うん、で1,000円ずつもらってますって話聞いてもちろんそんな冗談 冗談とは言わないけど本当ででですすすかっって思ったんですねそうですよあんまりにもひどいので,えで、ね、本当に起きてるんですかって思いいたくなりますよねいや全くおっしゃる通りで私は最初に人づてに聞いた時には全くこれは信用,信用できないというか嘘じゃないかなと思ったのでうん一度ご本人とお話をさせてくださいとうん、うん、いうことで一度ご本人とお電話でお話をして毎日その1000円ずつ市役所に行ってもらってる。 でその前にハローワークに朝行って、うんで、ハローワークで仕事を見つけたっていうことを、まあ、ハローワークの職員に反抗してもらって、うん、その紙を持って市役所に行くと、1000円その場で支給される、うんで。金曜日だと土日分入れて3000円支給される、はいで。お電話でそういう話を聞いて、ちょっとこれは普通じゃないと。はい で、その方にお目にかかった時に、確かにその方のメモに、1000円、1000円、金曜日3000円ってこう書いてあってですね、うん、まあそれにちょっと電気代とか水道代とかが、月末にし、えー、その金額が支給される。うんうん、請求書を見せると、そんな額が支給される。っていうことが、はああっきりしたので、あのその方と一緒に10月に。 窓口まで行って、一体これはどういうことですかと。うん、まあ、そうしたら、本人の同意を得て私どもはやっておりますので、と簡単にこう対応したもんですから、本人はこの間あったけど、とてもじゃないけど同意はしてないよと。うんうん、冗談じゃないくるくる、苦しくてたまらないと。そう言ってますけどと。まあ、私どもは同意を得てやってると認識しているので、問題はないはずです。<ー>というふうに。 始まりまりしたなるほど。どうなんでしょう,こう、まあ。ハローワークに行ったら1日1000円やるよっていう、日割りのこうやり方そのものもこう不適切ではないかと思うんですけれど、はい、これ1日1000円となると、これ、はい、満額を本来もらえる額を満額支給してなかった、はい、という扱いですよね。ええ<笑><笑> まあこの一人暮らしの方なので、えー、この群馬県では、各地によって生活保護費っていうのは、あの支給額は違うんですけども、群馬県桐生市では、一人暮らしの方で50代後半ですけど、7万1000円ぐらいなんですね。うん、これが生活費です。それプラス家賃が出ます。うん、で、7万1000円だとすると、1日1000円ずつって考えると、せいぜい3万円。 電気3万56,000円って、うん、半額ぐらいしか出てないっていうのは残りはどうしてるんだと。ははい、はい残りは、ね、<laughs> 残りは預かってるのかなんか預かり証とか出てるのかなんか条件を満たすとその預かり金が支給されるのかはい全く謎だったので。はい 私は最初、市役所に電話して教えてくれって言ったら、ご本人にしか教えられないと言われて、で、えー、窓口まで行って、本人は同意を得てる、委任状もここにあると言って、委任状を示して、うこ、ん、とかっていう質問、まあ、これ、書面でも質問状って、あらかじめ出してありましたけど、えー、それを見せたところでも、いや、ご本人の同意を得てるし、ご本人にしか回答できないんだと、こういうふうに言うわけですよ。 で私もさすがにこれはちょっとね冗談じゃないと思ったのでうん、うん、ご本人と一緒に窓口まで行って、はい、でご本人は俺は同意なんかしてないと何度もそう伝えてるだろうというふうにそこで話して、うん、そんなまあ悶着がありましたけどもそこで今まで払われてない金額が払われたんです。うん、8月の終わり。 8月の途中から10月の初めぐらいまでの払われてない金額、はい、それは13万4千ほどありましてなんと払、払われた金額より多いぐらいですよね。そうですよねこれ、うん、あのーはい ご相談を受けられたあの方以外にもそうしたあの不適切なあの支給の仕方だったりですとか満額支給してないということがこれまで発覚してきましたけれど、はい、さっきあのおっしゃったことに通じると思うんですけどこれ、はい、満額支給してなかったとなるとこれ役所の中でその支給してない分のお金どういう扱いにしてどういうふうに保管されてたのか、はい、そのあたりは何か分かっているんでしょうか。 今まで分かっていることは、死の発表は、これはキリウのホームページにも載ってますけども、えーえー、手下金庫の中で現金を預かっていたとされてます。うん、なので <laughs>、まあいや、本当かと思ったんですけどね。私、はい、あの、帳簿上どういう処理がされてるか、例えばそういう、えー、会計書類を開示させて、明らかにさせたかったんですけども、それについては、 経理上は、要するに、市の会計上は、支給された形になってると。ん<ー>。だから、支給されてなくて、支給はされてる。7万1000いくらか支給されてる。<ー>でも、実際にはそのうちの3万何千しか渡してない。残りは、金庫の中で預かってます。え <laughs> そんなことあるのかっていう,う,う。はい。このずさんさ、<う>ひどさ。 ちょっとそれは驚きましたねういや今のお話を聞いてるだけでもこう状況を知してるなというふうに思うんですけれどもあのこの、はい、まあそれ以外にもこう驚くべきことがこう次々とこう明らかになってきましたよね。例えば、まあ、これもかなりあの衝撃を持って受け止められたと思うんですけれども、はい、ハンコ、うん、れの生活保護を受けてる方のそのハンコを。 まあ大量に、まあ、これ2000本近くというふうにこう報じられていますけれど、ね、この点については中道さん、い,いかがでしょう <laughs> もうね、いかがでしょうって聞かれても、本当に答えようがないそうですよね。入れる話で。例えば、これ私あの、何本ですかっていうのは、新聞記者の方があの質問したら正直に1944本預かっています。いつから預かってますかわからないですと。 分かかかららないほど前から預かってますとあのこれもね本当に私は思いますけども役所は土日やってないとすると年間200日ぐらいまあ仮に開いていたとして、はい、毎日1本ずつ預かったとして年間200本預かったとすると1944本預かるのに10年かかるんですよね <laughs> お。バ、はいはい、ーッと計算すると。はい、でそんな10年 いや少なくとも毎日1本預からないだろうし、うん、この78年預かってないというのでそうするとにもう二十何年か前とか30年前とかそういう頃から印鑑預かれ始めて、うん、それがいつしか1944本たまったとで、うん、保護を受ける人が例えば市役所まで行くのはお車なんか持ってないので行くのが大変だから内部的な書類については 預かった犯行を押すっていうのは全くないわけじゃないんですよね。まずその場で印鑑を預けて、で職員がこういう書類に犯行をさなきゃいけないけど、犯行をしていいですかというふうに確認して、はいでえー、本人が同意すれば押すことについては問題はあまりないです。うんただ、まず市の説明だと。 いつ誰の印鑑預かったかすらもう分からないと。うんうん、少なくともこの7、8年は預かってないと。で、預けた方が生きてるか死んでるかも分からない。そもそも誰かも分からない。うん、っていうことで勝手に反抗を押すことが状態化してる。で、それを押しても何の問題もないと思ってるんです。<laughs> えっとね、これもこういうお話で、 あなるほどそうですかといいいうう人いないんですよ、ね、そうですすよそね <laughs> いやちょっともう理解が追いつかないレベルになっていますしそう,すそうなんですよねやっぱりその他人のこう印鑑を勝手に別の人にこう押したりということもこう報じられていてまあちょっとまあ驚愕のことばかりがあのーうん、まあ発覚をしてきたまあもしかしたらあの埋もれているものがまだまだたくさんあるかもしれないというふうに思うと非常にこう恐ろしいんですけれどまああの。 うんうん、どうでしょう,こう、それ以外にも、まあ、これは桐生、はい、市だけでこう報告されていることではないにしても、はい、まあ例えばその、まあ、生活保護のこう窓口で、例えばこう申請証拠を渡さずに、家計簿を渡して、はいはいはい これでこう1日800円で生きている人見習ってみたいなことをこう言ってくるとか、はい、あとまあ非常にこう担当者のこう高圧的なまあ対応、まあ、暴言と言っていいかもしれないんですけれども、はい、そういった対応などもこう明らかになっていますが、この点については、中さんいかがでしょうまあこれは桐生市だけの問題じゃないですけどね、まずは桐生市でも、お一人で行って生活後の申請に至った人はそうそういないんですよ。え これもね、本当にあの、いろんなところで有名なんですけども、はい。お一人でお金がない。例えば、70代ぐらいのお年寄りで、年金の額が少ないですと。で、生活が苦しいですと。月7万円ぐらいは支給されるはずなんですね、生活保護だと。年金が少なくて、月3、4万ぐらいしかなければ、生活保護は受けられます。うん、だけど、市役所に行くと、あなたは今まで、 若い時何してきたんだち仕事してきたのかおお年金かけてきたのかとこう始まるわけですよ。はい。説教から入るんですかでそうそうそういうこと。で、私の、えー、っと一緒に同行した方は、あなたの親はあなたにどういう教育したんだ亡くなった親御さんのことをねあ。あなたの親御さんはちゃんとね、将来自分で生きれるような教育をしたのか っていうようなことは延々と言って、<ぁ>本当にもう二度とあそこへ行きたくないと言ってた方もいました。うん、私、その方と一緒に生活後の申請にね、あの先日行ってきましたけど、ええ、そういうふうに発言した人物に謝罪を求めましたけども、はい、奥の方にいて出てきませんでしたけどね。えー、あのこれは桐生市、まあ、よくあります、本当に桐生市だけじゃないけど、桐生市ではこういった対応は日常だったようです。 そうで,でも、まあ、生活保護って、はい、やっぱりこう最低限の生活を保障するも,もう人権のこう最後のこう取り手にこうなり得るようなあのものかもしれない。はい、で、はい、その窓口で、はい、もうご本人だったりご家族の人間性を否定するようなことを平気でい、うん、言うわけですかそう、平気で言うんですね。<laughs> DV で逃げてきた女性が。はい DV で逃げてきた元々のところに家具が置いてある。そうすると DV で逃げてきた元々家に家具が置いてあって、うん、今逃げてきた先には家具がほとんどない。はい、生活の実態がどっちにあるかわからないから、はっきりしない限り申請できないっていう対応もありましたね。<laughs> これもね、あの DV で逃げてきたっていうのは、 家具ななんんか持ってこれないんですすすよそそれはははうでででね <laughs> これは常識で普通は分かるんです、はいで DV で逃げてきたその先は桐生市だし DV で逃げる元のところも桐生市でしたけどねうん、うん、そういうふうに逃げてきて別にどっちに生活の本拠があるかなんて問題じゃないんです毎日寝泊まりしてるのは逃げてきた先これはもう明らかに本人がおっしゃってること、うん、そしてそれを調査すればすぐ分かるので。うん で今住んでるところで生活保護の申請をしてくださいと言えば住む話だけど、本拠がどこにあるか分からない。いずれ家具を取りに行くんでしょだからそっちに住むかもしれないね。などと言って申請を拒む。え,えもうね、あのいくらでもあるんですよね。お一人に行って,全て、はい、全く同じ話をして、私が一緒に行ったときも前回と全く同じ話をして、はい 前回は保護が通らなくて、なんで今回は本当保護が通るんですかっていうふうに質問した方もいました。ええー。特には黙り込みましたけどね。そ、えー、それはそうですよねいやちょっと、うん あまりにもこう、まあ、被害だったり生活苦のこう実態と、まあ、窓口の対応がこうかけ離れているし、まあ、その DV のこう専門家でなくてもこう役者の言ってる方がいかにこう非現実化的かっていうのは分かると思うんですけれどもそうです、ね、いやあ,のあとですね、まあ、またちょっとあの生活保護のこう話に戻りますけれどもこれもこう報じられているところですが こう介護が必要になったあの方が、この桐生市外の、桐生、はいまあ、市のこう方だったんですけれども、桐生、はい、市の市外の介護施設を紹介された、はい、その上で、まあ、例えばその市外にこう転出するとなるとこう、じゃあ、あの生活保護をそのこう違う自治体に移管しますねっていう,こう手続き取られると思うんですけれど、はい、そうではなくても、も辞退させたというケース、報じられてます これは私、もう9年も近く前ですけども、えー、あのこの当事者の方からも相談、当時受けたしうん、まあ、その手続きがなされたというのはちょっと後で聞きましたけども、あの確かに間違いなくなされたようです。うんこの事例は本当にひどくて、まあ、あの報道されてる通りなんです。うん報道されてるのは大げさだろうと思う方がいるかもしれないけど。 何一つ事実に間違いないな、うん、あの本当にうーや食わずでお一人で暮らしてて体調が悪くて動けない方近所の方が見かねてですねやっぱり保護のね相談に行,か行った方がいいとうん、うん、でお子さんにそのことを知らせてお子さんが相談に行くそれでも全然取り合わない申請書くれないで家計簿だけ渡す 1>, うんうん、1日800円で暮らしてる人がいるんだよなんてことを言われる。はい、で、えー、病院関係者の方が一緒に、2度ほど一緒に行ったけども、保護の申請に至らない。で、最終的に私がもう9年も前ですけど、一緒に同行して、保護の申請に至ったんですね。はい、で、体調が悪いから、施設に入らなきゃいけないと、うん、いうことで、なぜか桐生市内の施設はどこもいっぱいだと向こうは言って。うん えーえー、他の市なら空いてます。じゃあ他の市に入ってください。として他の市の施設に入れて、でなぜか事態届を書かせた。うん、でもう、本当に言われるがままにするしかないんですよね。お子さんとしては訳が分からなくても、一方的に言われる、責められる。うんうん、で、なぜ保護を受けたか分かるかと。で、それは生活は大変だからですっていうふうに答えると。はい そうじゃないと、あなたのお父さんの社会性のなさだというふうに一方に決め的に決めつけて、はあ、役所の中で周りに人がいるところで大きい声で言う。で、やっぱりそれはもう言われるがままにしないと、お父様の命はかかってるから、はい、で、結局、ほかの,の市に行ったから、桐生市では保護は受けられないから、ここで辞退届けに書いてくださいと言われて、それを書いた。 まあ、とにかく出てってくれりゃいいやみたいな、そういう対応ですよねそうそうです。だから保護を受ける人はどんどん減らしたいんですよ。うんあの職員の数はどんどん減らしたので、職員が大変だろうということで減らしてるのか、財政的に大変だから減らしてるのか、ただ財政っつっても国から4分の3出てるお金ですから、こんなにね、市は大変だってこともないと思います。なるほど。いやなんか今の話 あれ私今いわゆる反社会勢力の話をしてるんだろうかっていうふうにこう聞き間違えてしまうぐらい、うん、えこれ役所の対応なんだっけっていうふうにこうちょっと頭がクラクラするんですけれど、うん、どうでしょうこれもうさっきの生活保護のこう申請書を渡さない、うん。はい こう暴言を吐く、うん、まあ、はい、とうとう、まあ、犯行のことだったりですか、あの、はい、満額支給しないとか、いろんなことが発覚する中で、これ、うん、どうでしょうこ、違法性はないのか、まあ、その違法性の認識って、こう、死、うん、にあるのかだったり、その点についてはどうなんでしょうか。はい、<laughs> 私の考えは全部違法だと思いますけど、うん、まず最初の1日1000円ずつの方にしても、他にも1週間に7000円の方も、 2>, 2週間に1万4千ずつ渡される方もいます。うん、全額支給しないのは、これは最低限度の生活を国が決めて、遺留子では生活扶助費7万1千いくらと決めてるのに、全額渡さない。これだけでもう違法です。うん、だけども、市の方は違法であると認めたことは今まで一度もないですね。うん、その分割して全額支給しなかった、これを違法だとは認めない。 それから、窓口でそんな大きな声は出した覚えがない。お<う>それから、えー、申請書渡してくれと言われれば当然渡したけども、本人がそこまで申請はしなかった。っていうふうにすべて回答していますああの。申請書を受け取らなかったのは本人のこう意思である。はい、でこう、まあ、例えば大声を出したっていうのは自分たちはやってない、嘘をついているだろうみたいな、まあはい、そういう態度。 なわけけですけれどさっきの,その <laughs> まあ出ていって、うん、も,うもう出ていってほしいんだろうかみたいな話にも通じると思うんですけれども、はい、先ほど少しあのご指摘いただいた通りとにかく桐生虫としてはそのもう生活保護を受けている世帯を減らしたいんじゃないかとで実際その、うん、どうなんでしょう。その 人数だったり、まあ、人口当たりの,こうあの受給者のこう割合だったり、こ、はい、れはやっぱりこう明らかに減っているというのは数字でも見て取れるものなんでしょうかそうですねあの、数字では本当に大幅に減ってまして、うん、2011年度は1163人保護を受けている方いましたけども、2022年度直近の調査だと、 2022年度は547人なので。激減。はい、半分以下に。そうですね。だから、こんなに減らしたところっていうのは、そうそうないんですよね。はいはい。あの、リーマンショックの頃に、保護の申請は増えました。うん、で、その後、少し減りましたけども。あの、コロナ禍の時に、保護の申請数というのは、全国的には増えた。今も増え続けてます。うん。 で群馬県内でも他の市ではおおむね申請件数は横ばいから増えていくんですけども桐生、はい、市はまでこう大幅に半減してると桐生市ほど減った自治体というのはそうはないです。うんこれ明らかに異様なあの減り方なわけですけれど桐生、はいはい、市としては自治体としてはこれなんで減ってる のかど,どういう説明をされてるんでしょう、これ。桐生市の説明の一環として、はい、保護を受けてる人は高齢者が多いので、高齢者が亡くなっていきましたっていうい勢いではいう。だから高齢者がだーって亡くなっていく、まあ、もちろん高齢者亡くなっていきますけども、新たに保護を申請する人が増えていくわけだから、はい、全体としてものすごい減るっていうことは、普通どこの市でもないんですよ。ええー 留者の説明は受給者がなくなっていきました。これが説明です。これだけです。だから申請している数がなぜ少ないのか。あるいは申請して客家だとか、取り下げだとか、途中で時代だとか。はい。そういった数が多いのに、その多い理由について説明することは全くないです。うーん あのこの明らかにこう人数が激減していることに対する言い分というのも非常にこう不自然ですけれど、はい、どうでしょう、はい、あのこれまでこう説明していただいたこう一連のケース、まあんこだったり、はい、満額支給していない、日割り。 もうパワハラ的なこう対応だったり、はいまあ、そうしたこう発覚したこう数々について、桐生氏としては、まあ、担当の,あの部署と言ってもいいのかもしれないですけれど、はい、何かこう具体的なこう説明をしたりですとか、あるいはその、まあ、具体的な対処はこれまでしてきたんでしょうか。あのこれが発覚したのは昨年の11月に、まあ、私所属している群馬司法組織会の方で、 文章を出して、うんうん、の方にこれを要請したわけですけども、その後12月の18日に市の方は、まあ、今までの不適切だという、私からすれば違法ですけども、そういった点については説明をして、まあ、私どもは問題にした事案を3つの事案がありまして、その事案については、こういった経緯でこういった不適切がありましたということをホームページの方で発表してみます。うんうん、ただ発表してますけども、 まあ、確かにその本人にも謝罪をしたりとか、あるいは全額支給していなかった、えー、市のほうが預かってた王妃は渡しましたとか、いろいろ書いてありますけども、こ、うん、の説明だけでは全く納得できない、本人が同意したから全額渡さなかった、まあ、<ー>本人とこちらの間に認識のずれがあった、あと、まあえー、こちらとしては適切な対応をした。 という、えー、記憶だったけども、本人の方にそれが伝わらなかった、などというようなことが、まあ、つまずは書いてあります。うんでも、これはどう考えてもですね、はい、全部渡さないとか、あるいはその最初に申請を拒んだり、うんあるいは申請してから保護費を渡すまで50日もかかったり。え <laughs> <laughs> ねあのですね、これもう本当に信じられないな案件があるんですけども 2>。2ヶ月近くですか、待たされるんですか、ね、そうですね、でまあ、役所の方は、本人が来るの待ってました、でね、<え>何言ってるんだろうなってやっぱり思うんですよ、そういうの聞くたびにね。はい、まあ来ると聞いてましたから、来るの待ってました。で、50日近く経って、来ないので連絡、電話させていただきました。 だからそうじゃないんですよね、やっぱり。感覚が全くずれてるんです。自分たちは違法だとかいう認識は何らないんですよ。で、それ,それは公務員っていうのが皆さん全員そうだと私は言わないんだけども、はい、日常的にこれが当たり前だとお、継続してやってる業務が、実はいつしか不適切だったり、違法になっていたりっていうことは、 あり得ることですうん、うん、でそれは市民から指摘されればそれを正さなきゃいけないし、はい、でその例えばこの生活保護の問題なら、市でやっていることを県が監査してで、不適切なところは正さなきゃいけない。あるいは厚生労働省が関わって、厚生労働省の査察なりをして正、正さなきゃいけない。うん ただそういったことを今まで県はな何をやってきたのかなって私は思いますね。うーんもう何年も前から大幅な減り方もしてるし、はい、問題事案を市議会議員なんかが告発してるのに何ら改善されなかった。あまあ、市の説明はホームページをご覧いただければ分かりますが、これ読んで納得できる方いないと思います。いや本当にあのこう <laughs> まあ中道さんたちがこう関わったその個別のこう事案が非常にこう得意だったこうケースではなく本当にこう長年にわたってこう構造的にまああのしかもこうエスカレートしていくような形でこう繰り返されてきた問題という意味ではこれも市があのこうホームページにちょろっと載せて終わりではなくってやっぱりその第三者委員会のような形でもう,もう徹底的にそのまあ 問題にこう切り込んでいく、まあ、いわゆるこう海を出し切るんですよね、はい、が必要だと思うんですけれど、はい、この点については何か進んでいるんでしょうかあの当初の市の発表だと、昨年12月、市長が記者会見した席では、えー、今年し1月に第三者委員会でを組織して調査するんだと。うん、で、それまで内部調査もいたしますと。 うん、いう話ですから、昨年12月から内部調査は始まっていて、はい、今年1月に、えー、第三者委員会ができるという予定だったと。で、これまで内部調査の結果の中間報告などは、ただの一度もないです。<ー>それから今年1月に、えー、組織されるはずだった第三者委員会は、今、3月の初めですけども、はい、未だにできてないですね。 で、これもですね、いつ作る気があるのか、今、あの人選してます、はい、人選してますと、1月の末日に私どもが問い合わせた、1月31日に問い合わせたら、第三者委員会設置要項っていう紙をペラッと渡されて、はい、1紙で第三者委員会は以下の通り設置するっていうんで、設置要項がちょっと書いてありましたけども。 まあその時には委員は4名4名以内とするとかはいか学者とかあの行政経験者とか弁護士とかそういうところから選ぶとかっていうことはただ書いてあっただけで、はい、今人選中ですっていうのを2月中ずっと言っててまだ人選中のようですけどもおお検討に検討を重ねあそうですね<の><や>だからでも1月中に第三者委員会を立ち上げるが、はい、まさかこうよう、はいはい そうなんですね。私は洋行は昨年中に作ろうと思えば簡単に作れた話だし、えー、まあその人選というのは、例えば弁護士会なら弁護士会に人選をお願いする、社会福祉なら社会福祉会に、えー、人選をお願いする、でうん、学者であれば県内の、あるいは県外の大学等にそれを紹介する。うんうん そそんなななに大変な話じゃないと思います、ね、そうでですすねだからそれが今もできないでいる、えー。だんだんこういったことを関心が皆さん失,れ失われてくるかもしれないし、うん忘れてきてほとぼりが冷めれば、またただ元に戻るだろうと。というふうにしかね、ちょっと思えないところはあるんですよ。そうですね、本当にこう忘れられるのをこう待っているかのような態度ですけれど、うん、あの一方でこれ、あの県の。 はい、県によるその特別監査がこう続いているということを報じられていますが県としてももっとあの早く具体的な対処ができたはずだろうということもこうあると思うんですけれどもそれも含めて、うん、まあ第三者委員会のこう早急なこう設置というのはこうまずあの必須だとしてもこう今後その桐生市としてはこう自治体としてはこう どういう対応を取るべきだというふうに私はまず今までの起きた事案についてこれはもう第三者委員会の調査にただ委ねるんでなくして自分たちもですね全ての資料を出した上で自分たちの内部調査をしてるんであればその結果をしっかりと中間報告をしながら違法であったかどうかということをまあこれ主にね あの調査すすべきだと思うんですね自分たちがやったことはいつしか違法だったんじゃないかっていうふうに違法性があったかどうかを明確にまずに調査をした上で今、その窓口に行ってですね申請をしようとすると前よりも少し対応が優しいんですけどね。うーん問題が発覚した後だからっていうことなんですかね。 相当数の抗議の電話があったようなんで、今少し対応が優しくなってますけども、彼らとしてはですね、困難なケースもあると思うんです。例えばお金を管理しなきゃいけないっていうふうに、彼らがなぜ思い始めたのか、依存症などであっという間にお金を使ってしまうような人が仮にいたとすれば、そういった方は依存症の対応をまあ医学的に。 あるいは福祉的にしなきゃいけないので、うん、困難なケースが生じたら、法律専門家とか、福祉の専門家だとかと連携しながら、適、はい、切な対応を取ればいいんですね。彼らにはそういうふうに外部とちゃんと連携しようというところがあまりないんです。それともう一つは、やはり職員がですね、何が正しい対応か、何が誤った対応か、厚生労働省ではこの点にどう言ってるか。 こういったことをちゃんと研修を受けながら学ぶ必ことがありますよね。うん、だから私は今までの案件は、まず市民からですね、広く調査して、相談に行ったけど追い返されたとか、うん、保護の申請をしたけど取り下げを求められたとか、そういった案件は徹底的に市民からまず調査をする。うん、で市民からの調査を自分たちもちゃんとした上で、 その一つ一つの事例を第三者は交えて検証する。うん、で、違法な対応というのはなぜ起きたのかということをしっかりと認識、把握した上で、今後は困難なケースは民間の法律専門家やあの福祉の専門家なんかと連携しながらです、ね、チームを組んで対応する。うん、それと職員についてはしっかりとした研修をあの定期的に行って、うん 自分たちの行為が違法にならないかどうか、これを常にチェックする必要があると思います。うん、まあそういったことをやっていればですね、こういったことはね、はい、起きないんですよ。で、他の市でも、うん、もちろんいくらかの問題はあるんだけども、えー、全額渡さないなんていうことは、ちょっと考えられないことです。うん、もう本当に恫喝するのもそうだけども、ね、あるいは申請を拒むような対応もそうだけども、 保護を受けてるのに全額もらってない、死が預かってる、うん、でも死の経理上は全額渡したことになってる、なんてことは、普通は起きちゃいけないことなんですよね。いやに、前代未聞といってもこういいかも。うん 知れないですけれど、やはりそれをこうなーなーにして、またあのほとぼりが冷めましたね、世間のこう関心離れましたね、じゃあ元に戻っていいやっていうふうにこう、まあ、させないためにこう、今、ちゃんとこうあの根本部分にこう切り込むということがもう不可欠だと思うんですが、一方でどうでしょう、あのまあ、先ほどの例えばその、 まあ窓口でこう申請させないみたいないわゆるこう水際作戦ですよね。でこれはもう桐生市にこう限らずこう起きてきたことというのはこう先ほど中道さんもおっしゃった通りだと思うんですけれども、はい、それを踏まえると、うんま、もう特段桐生市の対応がひどかったというのもこうあると思うんですけれどももっと大きなあの枠組みで見たときに。はい こうまあ、生活保護を、を最低限のこう生活を保障するという,こ,う、まあ、そこの仕組みだったりですとか、うん、まあそこに当てられる予算や人員かもしれないですけれど、今後どういう,こう改革が必要なのかという点については、最後に中道さん、いかがでしょう。市の職員、医療に限らず、他の市でもそうですけれども、生活保護の担当の職員は、本音を聞いてみると、 これは国が直接やってくれないかなっていう方いるんですよね。我々はその国から委託されてこういったことをやってるけども本来国が直接やってくれないかななんていうふうに本音言う方もいるんですよ。うんあの私でも国が直接やるって現実にできるかできないかともかく市の職員はですねもちろん人員が少なくて 1人当たり100人ぐらいの保護の受給者を抱えている、100人とか150人とか、うんで、本当にその窓口対応でも疲れ果ててるような方もいらっしゃるし、はい、だけども、人員を、ね、ちゃんとやっぱり増やしていくというのは、一つまず必要であるということと、職員がしっかり研修を受けて、教育を受けて、自分たちのやっていることが違法でないかどうかを確認するというのも必要だし、 私はあとそのですね生活保護の仕組みそのものをもうちょっと考えなきゃいけないのは、うん、手持ちのお金が本当に2万だ3万円だとかにならない限り申請ができないような状況だったりそうですよねもうギリギリもうもう生きられないっていうところまで追い詰められないと、ね、受給資格といいますか、まあ、申請できないっていう,こう、まあ、構造になってますよね。 そうまあ、やっぱりそこは法律を変えた方がいいと思うんですね。例えば10万円、20万円ぐらい持ってて、でも仕事は今ありませんと。はい、生活が来月どうなるかわからないと。今10万円ぐらいはある。20万円ぐらいはある。でも来月の今頃、再来月の今頃はわからないって時に、あらかじめやっぱり受けられるような仕組みが必要なんじゃないかなと思いますね。うん、それと生活はギリギリやれるけど、病院代がないっていうような人を。 これは医療だけはあの無料で受けられるようにするとかね。はいはいはい。あともう一つは、これはもう東京と都市部とで全く違うんですけども、例えばその桐生市もそうだし、私がいる伊勢崎市ってどうもそうですけども、自動車がないと全く生活ができない場所です。うんでも贅沢品のような位置づけになってますよね。そう,そうですね私はあの 日常的な生活の足として自動車を生活保護の方が持つことは、やっぱりもうちょっとこう、要件をね、ユニークして認めなきゃいけないと思いますね。そうじゃないと、車上生活を選ぶ人もいるぐらいです。はあ、地方に行くと、大きな道の駅っていうのがあって、うんうん、その広い駐車場の一角で生活してる人いるんですよね。うんうん、アパート代はもう払えない。 でも車がないと暮らせないから、車の中で寝泊まりしてる。うんで、ギリギリの生活をしてる。こういった方はね、やっぱり健康でもなきゃ文化的でもないですよ、生活の水準としてね。はい、やっぱりそういった方が自動車を手放さなくても生活を受けられる生活ができるように、生活を受けられるように、国の仕組みは変えた方がいいと思いますね。 だから単なる生活保護っていうような、本当に最後の最後にこれしかないんじゃなく、もう少し間口を広げて、要件をあの緩やかにするなり、広い意味では生活保護じゃなくて、生活を保障するという大きな枠組みの法律を作って、こういった場合は家賃だけ出ますとか、こういった場合は医療だけ無料で受けられますとか。 生活費がないときにはいくらか手持ちのお金があっても受けれますとかね、変えていくことは必要だと思います。うんまあ、その大きな枠組みをどうしていくのかという,こう議論も、やはり待ったなしでこう進めていくべきですし、でそ,ですね、そしてやはりこう桐生市がこうほとぼりこう、まあ冷めさせないということですよね、<laughs> それにやはりまあ市民からのこう、うん、目というのがこう。あの まああの関心というものがこう不可欠になっていくと思いますので、引き続き私もこう注視していきたいと思いますこのケースは、最近、本当にひどかったケースですけども、はい、今、生まれ変わってね、例えば本当に制度を改革するきっかけになるかもしれないし、うんうん、あとはその困難なケースが生じたら、民間の専門家なんかと一緒に解決するっていう、そういうチームを作れるかもしれないし、ある意味じゃあ、チャンスかもしれないです。 うんそういう意味でやっぱり我々外部の専門家も取り組まなきゃいけないと思いますね。本当に、まあそれをこう具体的な変化としてこうどういうふうにう落とし込んでいくのか、それも含めて私たちも見ていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。中身さんありがとうございました。はいす、トンダイありがとうございました。さああのー、途中ですね、私ええー、みたいな。 こうなんかもう本当に、ね、こう反射的に出ちゃったこう、はい、声だったんですがすべてこう驚愕の事実というかえ事実なのと思ってしまうようなことがオンパレードでしたからね。さすががにこれが 他の自治体で横こ行うこうしているとは思いたくないですけれどもでもやっぱりこの桐生市のこう生活保護のまあ不適切な対応、まあ、あの違法というふうにこう言った方がいいですよねっていう,こう対応も本当にこういつから始まったのっていうぐらい面々と続いてきたんではないかということが今まさにこう指摘されているところで、うん、となるとこう。 まあ、他の自治体でもちゃんとこう点検をすべきことなのかもしれないですよね、うんまあ、点検の,その機能が備わっていないということですよねうんそうなんですよね、まあ、この配信の中でも生活保護のことについては何度もあのお伝えしてきたところなんですけれどもやっぱり生活保護を恥じてやるというふうにこう 思い込まされてしまうようなこう社会がそもそもあって、うん、で窓口にこう来るっていうことがものすごいこう勇気のいる社会になってしまっているわけですよね、それ自体がこう不当ですし、はいね、やっぱりこう政治家たちの,こううんなんかその生活保護バクシングなんかもものすごくこう大きな声で響きましたしね、でもやっとの思いで窓口に来た人たちの心をポッキリ折ってしまうようなこう対応。 でこれってやっぱりこう、まあ、命を踏みにじっているこう対応だなというふうにこう思いますしこれあの、桐生子のこと、まあ、個別的なこう問題というふうにこう、まあ、単にこう切り離すのではなくてで、まあ、最後にあの中道さんからのこうお話もありましたけれどもちゃんと仕組みを変えていきましょうよっていう,こうところから、ねうん、あの私たちの。 まあ、足元の問題、身近な問題、隣り合う問題として、まあ、考えていきたいですし。まあ、この配信の中でも、こう発信は続けていきたいなというふうに思っています。はい、さあ、今日の放送、もう一度聞きたい方、ダイアログフォーピープルのユーチューブチャンネルにアーカイブをしていきます。今後のそのお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は、スポティファイ、アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、アマゾンミュージックポッドキャストでも聞くことができます。 そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ来週3月20日水曜日の放送なんですが、3月20日といえばイラクに米軍が侵攻した、はい。うん 日ですね、2003年でしたあれから21年という,う月日が経つんですけれども、まあ、あのイラク戦争の前にですねそもそもまあアメリカでのこう同時多発テロがありでこうテロ対策という,こう名のもと、はい、いろんなこう人権侵害がこう繰り返されてきたということがありました。ということであの来週3月20日のテーマはグアンタノモから考える収容と人権です。 あのこのグアンタナモのあのアメリカの海軍のこう基地ですね。でここでそのまあ。 例えばそのテロの容疑者だというふうにこう容疑をかけられた人たちがまあこの収容施設にこう閉じ込められてまあひどいこう虐待をこう受けていたそれがこう状態化していたということがまああのそのこう発覚するわけなんですよねでこのグアンタノモにまあ不当拘束されてもう14年間ですね不当拘束された後にまああの容疑が晴れてこう釈放されたえあの北東 失礼しましまた北西アフリカモーリタニアのこうご出身のモハメドスラヒさんにオンラインでお話をこう伺いました、まあ、のスラヒさんはですねあのいろんなこう手記なんかもこう書かれていて、はい、それ日本語でも刊行されているんですけれども、まあ、手錠でこう宙づりにされたりですとかもう,もう冷たい部屋でこうもうそれこそもうほぼ1日ですよね。あの同じ 姿勢をこう取ってろっていうふうにこう強要されたりですとか例えばその性的なこう虐待をこう受けたりですとか、うん、っていうことを延々と繰り返されてきたというそうなんですよね。でこれって果たして過去の外国の遠い話なのっていうそういう観点からも皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思っています。はい ということでこのリディオダイアログ来週のまたこの時間21時にお会いしましょう今回のお相手はフォトジャーナリストの安田夏希と佐藤圭でしたありがとうございましたおやすみなさいおやすみなさいご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします